どうも加藤です。どうも。どうも加藤です。幸太郎さんって小泉首相のモノマネができるのではないでしょうかっていうのを来てたけど小泉さんはできないね。大田区の大久保さんか。大田区大久保さん、うん、これなんでそう思うんだろうね幸太郎くんにさ。うん、小泉さんか、うん、でも昔幸太郎があれじゃん、なんかこう携帯模写みたいなことするのすごい好きでさ、うん、なんか居酒屋とかで酔っ払うとさ、うん、調子のいい日はさ、なんていうの、そこにあるさ、うん、なんだっけ、ごま油のさ、ごま油の瓶とかね、瓶の形やりますとか言ってさただこういう細くなんていうの、これね、そうそうそう、見せられないのがなんとも言えないよ、ね、内股になって埴輪みたいなやつ、ね、埴輪みたいになってこうあの格好してみたりとかさ、うん、そういうのよくやってたじゃん。あとは昔宮尾すすめのね、お宅訪問の真似とかしたね。よくそういうテレビだったじゃない、宮尾さん。知ってる知ってる、それは知ってるよ。あれこんなにいい絨毯みたいな、知らない。知ってるよ。あれをよくさ居酒屋でさ、居酒屋に入った瞬間からさ、うん、あらこんなとこにピンが並んじゃってみたいな感じでずっとやってた調子よっぽどいいやね。もう少し飲む。終電間に合うの。いやまだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。そうやっていつもさ朝まで付き合わされるんだからさ、いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。だよな。池袋交差点24時。地方でもライブキャンペーン行った時にさ、うん、必ずさ、うん、どんなに深酒してもさ、うん、朝食食べるじゃん。食べる食べる。であの博多のさ、うん、すごいちょっと洒落たホテルでさ、うん、朝食食べた時のあの話ちょっと聞かせてよ。あれもう何年前だろうね。かなりこう、うん、フレンチだね。そうそうそう、ね、すごいね、超気取ってるもう超気取ってる頃で、あれなんていうの、ピチカート5とかが流行ってる頃だったかね。まだまだし、でも渋谷系ももう弱い頃よ。あ、弱い頃。弱い頃だよ。でもなんか全てがさ、こうパリが、パリね、パリに、パリが頂点みたいな、ね、パリが頂点みたいな時代、ね、そんな時代があったよね。パリじゃん、ちょっと体弱いですみたいな。そうそうそう、でもそのホテルも決して高いホテルじゃないんだよね。そうだよ、なのにこう下のカフェテリアはフレンチだったね、うん、フレンチだったら、うん、しょうがないから今日フレンチでいい遊びしと思ってさ、うん、納豆も出なかった感じで行ったんだよ行ったんだガーンと。で卵をさ、うん、オムレツか、うん、まあ、目玉焼きみたいなので選べたんだよね。あ、いくつかこう料理をね、料理を、で、うん、何なさいますかっていうかさ、うん、あ、じゃあオムレツしてください、パンでみたいな感じで、うんうんうん、それ厨房にさ、うん、オムレツ入りましたっつったら厨房がウィッつったんだよねこれね、これ大好きなんですよ。でもね、この話大好き。俺もウィッつったんでしょ、水吹き出したもんね。でもね、でそれで卵がなかったらノンって言ったわけじゃん。言ったわけ、言ったわけ、言ったわけ。ノン。でもさ、ウィのところもさ、この間止まったんだけど、もうウィじゃなくなってたからね。え、もう何、あの、うん、あのカフェテリア普通になっちゃったの。普通になっちゃったよ。じゃあ卵オムレツ入りました。あいよった。あいよった。マジなんだよもう。その時代だけ上なんだ、うん、薄情なもんだな。いやでもいろんな食べ物があったよ、うん、あのよくさ、うん、鉄板自分のとこでさ、うん、あの焼きみたいに焼いてくれるステーキあるじゃん。あるね、あるね、ね、あるね。でそこでまあ俺飯食ってた友達、うん、池袋やった、うん、でだからそういう、まあ、焼いてる人が、まあ、いるわけですよ、うん、店員さんが、ね、焼いてね、うん、だから別の店員が取り掛かったんだよね、うんうん、だいきなりその店員がさ、うん、焼いてる店員の股間に手入れてさ、なんかもみもみなんでしょって俺ら客の目の前なんだよそれ何なの、分かんないよ。そしたらその触られた店員も腰引いちゃってさそりゃ引くよ。あれ絶対塩コショウ多くなっちゃった俺らそんな、そんな感じでシュッシュッシュッシュってこう振っちゃうからね。でもその光景を見た俺ら唖然としたよ。そりゃ唖然と、なんだよこの店と思ってさ、まあそれら彼らのコミュニケーションだったと思うけどさ、まだ昼休みにパチンコだったんだったら分かるよ、うん、人のテーブルで逃げられてる店員って思ってさ股間触ってどうすんだよと思ったもんね。これすげえな、うん、で子供ずっとさ居酒屋行ってんでしょ、うん、行ってるよもう本当、20歳前ぐらいから行ってるよ。80年代の居酒屋って言うと子供のあれだよね、うん、俺たちにとっては衝撃の忘れられないライブイン紫だよな、うん、あれ80年になるかならないかの頃でしょ、うん、あのライブイン紫って、紫っていうライブハウスじゃねえや、居酒屋でライブが見れるっていうね。そう、桑名正宏がね、桑名正宏がもう絶好調でさ、やってよ小太郎の時のコマーシャルソング、 CM いきなりパッて、うん、ジュン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 
なんやこれでも居酒屋かいなって言ったのにジングルでライディング紫どれがね、うん、俺80年代やってきたと思ったもん。確かにね。だから、うん、まあ、すぐなくなっちゃったけどね。何でなくなったんだろうね。やっぱりウケなかったんじゃないの、うるさいし飲んでる場合じゃないでしょ、まあ、確かにな。これでも居酒屋会なのかな。いや俺ね、キャッチコピーが、俺やっぱできた時はどうかなと思ったよ。あ、そうなの。それはね、どういうことかというとね、うん、80年代の終わり頃に粒端のメニューにね、うん、仕上げにっていうコピーとともにカレーライス出てきたんだよそれは食われるだろうなと思ったのとやっぱ近いと思うんだよね。カレーライスがあったの、うん、で俺の髪切ってる美容師もそうらしくて、うん、あれ誰が食いたいんだよねって言ったんだから確かにね、うん、でも今思うのは飲めない人もいるんだからまあそうだね、うん、でも孝太郎君よくさ、うん、あのチェーン店のカレーライス屋さんとかさ、うん、牛丼屋さんとかすっげえ好きでさ、好きだよ、よく行くじゃん。いやでもカレーは食うのよ、あんまりチェーンは C&C ぐらいしか行ってんじゃんちゃんとこの1店舗のみですよ。言ってて大阪行ったってインディアンカレー、ああインディアンね、必ずインディアンインディアンってさずっと言ってんだよ、うん、あれはもう好きなんだよ。もう着いた瞬間から今日インディアンいつ食おうかな、インディアンインディアンって。インディアンうまいよ、普通のカレーだよインディアン、うん、いやなんか大阪の方のカレーってなんか俺独特で好きだな。ちょっと辛いかな、甘いじゃん、しかも甘辛いから。でも分かんないよこれ、なんかスパイシーな気がする。これなんか俺らほら表面しか知らないからね、これちゃうわって言ってる人いっぱいいるんですよこれで。あ、このカレーは、いやいや俺らのこの会話を聞いてね、あもっと 奥深いから。そうね、まあ関西ちょっと文化圏がまた違うからね、うん、昔からでも関西でキャンペーンでさ、うん、なんかカレー屋行った時にさ、うん、トルコがいいよトルコがって言ったらトルコあったよね。トルコライスでしょ。トルコ風呂じゃないでしょ、うん、トルコってカレー食うとこまでカメラに撮るなんて言ってね、もうそうそうそう、もう何の日もないぐらい忙しくてね。そうそう、それぐらいキャンペーンが忙しくてもう時間がないのよ。だからおばちゃん何やねん、早くできるの、早くしないでしょ、トルコがいいよトルコがってやったら ねずっとトルコって言ったから俺たちもなんか懐かしくなったんだね、うん、そうトルコって響きにね、うん、ちょっとおばちゃんトルコって言ってトルコライス食べたことあったの。それいや俺その時トルコ食わないもん。俺はえ何食べたの。リーダーはトルコ食ったじゃん。俺トルコだってあんなにおばちゃんにトルコ言われたらトルコしか頼めないじゃん。俺やなっつってカレー食ったの。あ、カレー食ったんだ。でね、俺トルコライスって初めて食べたの時、うん、でなんでトルコライスってなんど本当にトルコのそういう料理なのかと思うじゃない、うん、お前ないよな、ね、なんじゃなんなんじゃだってナポリタンって聞いたらナポリタンのこと思ったわけ、まあ、そうだけどトルコってそうだよな、うん、あれナポリの人食ってねえよな、うん、トルコってだからそういうなんか吉原の方のさ、なんかさ、うん、牛丼となんかぶっかけたようなさ、なんか特殊な料理とかさ、そういうイメージだったの。イメージだね、トルコっていうとね。でもまさかそんなものが出てるふうとは思わないけど、そうは思ってないけど、うん、あえてそのトルコっていう名前をね、うん、その料理を想像するとだよ。でしょ、うん、トルコは全然違ったからね。そう、全然違った。そしたら俺は初めてそのトルコっていうかトルコライスって言われるものを出されるわけだよ、うん、そしたら半分ドライカレーで、うん、半分それこそスパゲティのナポリタンだよ、うん、これただそれが皿の上に乗ってるだけ、はいはいはい、でと思ったけどこれドライカレー&スパゲティじゃんみたいな、うんうん、でなんでこれトルコなんだろうと思って、うん、よくよくそれからこう何日かずっと考えてたの。そしたらさ、ようやく分かったの、小樽君、トルコのあの世界的な地理的な位置が、うん、アジアとヨーロッパの境目なんだよ、うん、だからドライカレーはアジア、うんうん、でスパゲッティはヨーロッパ、そう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 、だからトルコライス、そうそうそう、ちょっとね嬉しかった。嬉しかった、うん、これを知った時に。なるほどね、うん、ちょっと遊び心があるじゃない、うん、まあまあ分かる分かるね。じゃあこれおばちゃんがさ、お皿逆に置いちゃったら成立しないの。成立しない。そうだな、ヨーロッパがだからそういうことになるよおばちゃんもこれかなりそう、西と東行こう、逆にちゃったら慎重に行かないと。じゃあ、あの時おばちゃんのトルコの意味知ってたのかな。知らないと思う。知らないよね、きっと、ね、知らない、うん、でなんかね、文献を調べたらね、うん、トルコライス発祥はね、もっとね、長崎とか。そうだよ、長崎だよ。何知ってるの。僕はもう長崎マニアですよ。なんで、まあ、それ嘘だけど、やっぱりね、なんかでね、長崎でトルコライスを俺発見したんだよね。そうなんだ、うん、で、なんだろうと思ったら、やっぱ長崎の方がこう始まりだっていうね。そう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 。で、パンチパーマは小倉なんだよな。小倉、うん、そうそうそう、小倉で始まったんだよな、うん、そうだ、うん、で、孝太郎くんも、うんうん、あのパンチパーマって、うん、ヤフーで検索したら必ず出てくるサイトでしょ、うん、ね、あるね、あの巻きの具合いいよな、ね、みんなもね、ちょっとパンチパーマってね、ちょっと検索してみな。一件だけすごいサイトがあってね、小倉が発祥ですって言った時のね、後頭部から撮った写真がね、バッチリ載ってるんだけどね、
ロットの細さからね。そう最近さ、映画見に行ってもさ、映画の前ってほら宣伝いっぱいあるじゃない、うん、最近なんかさ、盗み撮りはやめてくださいとかそんなのばっかよさ。あ、そんなのあんの今？そんなのばっかよ。昔はさ、池袋で映画見てるとさ、うん、必ずサンシャイン60の中のさ、床屋とかが宣伝出してさ、出してパンチパーマとかがこう出てるわけよ。だって今だって新宿行くとオスロバッティングセンターだよ。あ、そう、うん、オスロバッティングセンタースカッとしませんか。しかもあれその後にラブホテルの宣伝出てきて、お帰りにぜひどうぞって言うんだからそれ袋今のそうなの？今知らないけど、うん、映画の後にラブホテル寄れってこと言ってるわけですよ。いや宣伝で爽やかな女の声で、お帰りにぜひどうぞ、ぜひどうぞ。だから男は誘いやすいんじゃないの？そう言ってるよ宣伝で。じゃあそうなんて思うの、行くかお前も。いや分かんないけどさ、簡単に。いや、あ、そうっていうような女の子だったらいいね、面白くてね。まあでもそれぐらいのりが良かったらいいけどね、うんうん、オスロバッティングセンターはやってるよ。あ、そう、うん、やっぱそういうのもあるんだね、地域密着型も。そうそうそう、だから新宿の映画館で、うん、新宿ピカデリとか、でなんかもう最近はもうその盗み撮りとさ、うん、なんかダイヤモンドとさ、ダイヤモンド、うん、必ずダイヤモンドじゃん。ああ、あれのね、彼のプロポーズ、プロポーズは何だったかってやつな、うん、あれあるよな。それとさ、あの次の映画じゃん。そうそうそう、あの時次の映画さ、面白そう絶対見るぜと思ってたけど、映画館でと忘れてない、忘れてる、名前絶対忘れてる俺さ、いっぱいみたいだったよ。あれでつられで見に行くことってほとんどないな。いや俺結構あるんだけど、見たいとこまで行くんだよ。で見に行って忘れちゃうんだよ、だから名前を。ああ、そうね、映画の題名をね。そうそう、それでいけないんだよね。本当あれもっと工夫してはいいね、映画館をね。あ、そう、うん、やっぱライブハウスばりにチラシ配るとかさ、あんな置いといてさチラシこっちが取るような時代でもないじゃん。これチラシマニアもいないんです。まあいないよな。でもそういえば小太郎君チラシマニアだったじゃん。チラシマニアどこじゃないですよ、映画の。そうだよ、今の持ってるのはね、全部取ってありますよ。切手みたいにさ、価値が暴落してるとか、うん、いやー、かなり暴落してんじゃないかな。え、でも昔はチラシ自体がさ、ただじゃない、うん、あれに何値段もついてたの？もちろんついたんですね。で何だ、例えばだからどういうチラシが高くて、どういうチラシが安い？あの頃高かったのはね、うん、意外なところで大地震ね意外すぎてさ、誰も分かってないからこれ。 70年代のあれだよね、そういうパニック映画シリーズの中の一つあったよね。あんまり王道なのあんまり高くないんだよ。あ、逆にそういうことか、うん、よっぽど古いのは高いけど、うん、ベンハーとかそんな高くないし、うん、2001年宇宙の旅もシネラマだとまあまあだったかな。でもシネラマっていうのはどういう、うん、そのシネラマって方式あったでしょ。ああ、映像方式でこう、うん、ワイドに見える画面か、うん、あれ日本劇場だっけ、名前も忘れてたな。もうそこのやつはだとシネラマがつくのよ。だパピオンとかもそこのだと高いでね。なるほど、うん、で下の劇場名はこれ例えば新宿武蔵野館に行かれて安かったりとかさ、いろいろあるわけよ。あの下に押してあるスタンプあるじゃん、うん、その配ってるところの、うんうん、あれで価値変わんの？あれ押してないのが一番安いのね。もう 値段つかない。あ、ダメなんだ。値段つかない。へえ、でどこが高いの？やっぱそれもあの日本あそこ一番高い今のマリオンだよね。あそこのスタンプがパン押してあると、うん、スタンプというかもうそこで押すっていうか、もう印刷されてる。あ、印刷されてる。ああ、そうかそうか、シネラマだしね。そうすると一番、そうか、シネラマ自体がなくなっちゃったから、うん、そうなんだよ。余計にその時のチラシっていうのが貴重なのか、うん、そうそうそう。あとブルース・リーの死亡劇みたいに一巻だけなぜか全然別のチラシを発行したりとか。へえ、そんなのあんの？そう、そういうのもあるんだけど、そんな中で意外に痛かったのが大地震って話なんだね。うん、大地震と小田君なんかあの頃さ、よくさ映画の話しててさ、うん、あの話題になったのはなんだっけ、あのでっかいカエルからさ、あ、吸血の群れね。吸血の群れ、うん、あのカエルから口が出てるね、うん、砲台が吸血の群れね。フロッグスね。フロッグ、あれつまんなかったな。あんなつまんないよ、見たことない、ね、見たことない。怖い、なんかさ、こうなんていうの、モンスターが出てくるかと思ったらなんか普通の亀に食われて終わっちゃうんだよね。いや、だからさ、そんなもんでさ、うん、あのジョーズが流行った時にさ、うん、もういろんなサメの映画出たじゃない。出た、シャークプレジャーとかさ、出た、しまいに老人と海まで出ちゃったよね。これそうそうそう、関係ねえじゃんかと思ったもんね。そうそうそう、俺老人と海、俺ここまで、そう、あれみんなホラー映画だと思って見たやつだとがっかりしたよね。がっかりした。俺はシャークプレジャーだってがっかりしたからね。チラシはなんかさ、もうサメに食われる一歩手前みたいな感じで単純にサメの成長期みたいな、そう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 、飼育期みたいなね、うん、映画だったもんね。それが島に老人と海が出てきちゃったんだからさ、ヘミングウェイじゃないの？そうだよ、もしかして。だからこれブームってのはまあね、乗せられた最後の最後はそうなんだね。そうなっちゃうんだよ。
でもすごかったよね、うん、グリズリーとかね。グリズリーね、あとさあれクマでしょ、クマ。あとあれは見た、あの、うん、タコ、テンタクルズ、ね、テンタクルズ。あと俺怖いつもりで行ったオルカで泣いちゃったりしてさオルカで泣いたの、うん、なんでだ、なんかそういう悩みだと思うんだよ。そうなんだ。俺はさ、それオルカだったら上手張りのパニックだと思ったよ。上手よりでかい、うん、サメよりでかい、うん、シャチがうつってみたいなやったら意外と人間にジーンときちゃってないって言ってさ、じゃあどちらかというと子猫物語に近かったんだね、子猫にとって。今まで一番泣いた映画でもあれだよ俺、はい、なんだっけあれ、ハチ公。違うよ。え、ホタルの墓だよ。あんなもんじゃないよハチ公。俺嘘、号泣、ハンカチ3枚絞れたもん。何がそんなに嫌だったの。なんだろうね、やっぱり、ね、動物に弱い。弱いよ、ね、どっちかというと僕は犬よりも猫派でしょ猫派、猫派。でもやられたね、ホタルの墓見てる時だってすごい泣いてたじゃない。あれは疲れてた。あの皆さんにね、今ご報告しなきゃいけないけど、ちょうど、ね、ミッシェルガンエレファントとかと ね、 そうだね、あの、まあ、デビューしたてのミッシェルだったっけど、そう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 、東北ツアーをね、あの、うん、やってる時にちょうど仙台からあれは秋田、そうだね、移動でね、うん、に移動しなきゃいけなくて、みんなバスで、 あとフライングキッズがいた ね、 そうだね、3バンドでね、1つのバスで夜移動しなきゃいけなかったんですよ、次がライブなんでね。そうそうそう、したら運転手さんがね、ちょうどお盆のシーズンだったんで、なんかビデオをね、かけようと思って、で最初トラさんだったんだよな、ブーイングで、ブーイングでなんだよ。なんだ、女言ったらなんだよ運転手つって、みんな紙コップだみたいなのしてから、やべえと思って、うん、ガシャってこうね、苦し紛れに入れたのがホタルの墓だったんだよ。そうそうそう、兄ちゃんっていうね、そうそうそう、兄ちゃんで一番年上だったから、一番後ろの席だったんだよね。でフライングキッズ、うん、ミッシェラ、ミッシェラ独自で車で移動しちゃったんだ。でそういう、まあ、席の順でこう走ってって、それでもう夜のスタートだったから、小太郎がもう早々に寝てたな、酒飲んでた、酒飲んでたしね。でそれ始まって、だん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 こう見てたら、まあ、メンバー起きてるの3人じゃない。であの映画すごい悲しいじゃない。そしたら隣でさ、もうさ、オリ君がさ、あのオリ君がさ始まったんだよって で阿部君も始まって、やっべえこれメンバー泣いてるよ。俺もさ結構チーンときちゃってさ、うん、結構悲しい話じゃない、うん、悲しいやん、ね、最後のさっちゃんが泣き死んでるし、うんうん、であれ小太郎君はと思ったらさ、小太郎君はさ、こうなんていうのもあれ真夜中のカウボーイのダスティコーンだったね、小太郎君もさっきともなんて窓ガラスに頭が打ち付けたのガーッて起きないでさ、ずっと寝てんだよね、うん、なんだこんな白状の男ってこう見てたら、さすがにこう耐えられなかったんだか、なんだかこうハッとこう起きたよ、ね、起きた、うん、起きて、で途中からストーリーもなんていうの3分の2ぐらい終わってるところで起きたの小太郎くん。これで見てたら、なんか知らないけどずっと食い入るように見てて、でそのうち小太郎くんもって始まって、あれって思って、小太郎くんも泣き始めたとかって、瞬発力あるんだよ ねコレクターズ全員もホタルの墓見てさ、お盆でさ、もう泣いてたで、ね、後ろでね、うん、でうわ俺としてはなんかみんな心優しいメンバーで嬉しいなと思ったんで、見終わってね、うん、あっつって、そしたら孝太郎君よかったねっつって、あのさっちゃんさ、あれ何スイカ食って腹壊して死んじゃったのって全然途中から見たからこの人食中毒で死んじゃったと思ってて、違うっつうの、最後お兄ちゃんがもう死にそうだから最後に食べたいのはスイカって言うからスイカ切ってあげて、そこから見るから食中毒で死んじゃう映画だと思っちゃうんだよでダメだこれって思って、いや俺あんまり悲しい映画ね見ないことしてるからね、分かんないんだよね、悲しい映画って嫌だよね、悲しい嫌だね。なんででもあんな多いんだろうね、悲しい歌じゃねえ映画、やっぱりさ、なんかこう感動したいんじゃない。見たら見たで感動するんだけどさ、わざわざやっぱ一気しねえんだよな。じゃあ何見てんのいつも。007とかまだ見てんの。当たり前だよ。マジで、うん、カジノロワイヤルだって見たよ。途中なんかさすごい迷ってる時期あったの007。いやでも迷ってるんだけど全部付き合ったよ。あ、付き合ったの。ポール・ウェラーの CD とあの007お付き合いするんですよ必ず僕どんな事情があってもつまんなくても、うん、でポールラの DVD も、うん、これ持ってるよと思っても、うん、まあしょうがない、お付き合いだからこれ、ご購入して、うん、お付き合いだから、007も必ずお付き合いですよ。そうなんだ、うん、偉いね。でもね僕お付き合いは大事してるんですよ
でも相手はさ、うん、そのお前にお付き合いされてもさ、うん、全然嬉しくもなんともないじゃない、まあね、うん、まあでも大事か、まあでも007とかさ、うん、ああいうなんか疲れないっていうかさ、うん、あれはいろんなこと起こりすぎて疲れるけど、うん、そういうのが好きだね。悲しいのは嫌だね。でもそれはやっぱりあれなんでしょ、あの小太郎君も、うん、その昔からゴルゴが好きじゃないけど、うん、そういうなんかああいう男に憧れるんでしょ。まあ憧れるしさ、やっぱ俺悲しみを知りすぎてんだろうね。だからこれほんまに嫌なんだよね。お前さ、そのスパイの悲しみみたいな、そういう悲しみ知ってるわけじゃないでしょ。ね、まあそうだけどさ、うん、はい、というわけで今後のコレクターズ、これこそさ、やっぱりさ、なんかさあれだよね、あの交通情報みたいに誰かに振りたいシーンだよね、これね。本当はね、だって女の子とかがここでさ言ってくれたらさ、みんな喜ぶよ。そうだよ、だって最近さ天気予報のお姉さん結構可愛いよ。昔から可愛いよ天気予報のお姉さん。嘘、お前の注目してんの。天気予報のお姉さんだけは昔から注目してるんですよ。いつぐらいから。俺ここ 2,3 年かなり。いやいや、俺もっと前からですよ。マジっすか。天気がうるさいっすよ。やばいな。意外なところ。どんな人でも天気読まれたらちょっとカッってきちゃうとかよ。天気で、うん、明日のお天気は、うん、って傘忘れないでねって言われたらもう、うっておられて。ああ、そうなんだ、うん、じゃちょっとそういうなんかあるでしょ、ポイント。あるんだよね、ここだけはまずい。意外とそれは俺は天気なんだよね。天気なんだね、うん、だいぶ冷えてきましたとかって言われるとさ、うん、まずいなって感じなんだよ。お母さんみたいな感じなんだな。お母さん天気予報っていうよりはなんだろうな、お母さん天気予報流行るかもな。お母さんっていうのはでもさ、でも9月のちょっと冷え込んできた時にさ、うん、夜ちょっと出かける時にさ、うん、上着てきなさいよってこうさ、シャツ出すあのお母さんの優しさね、うん、あれがお母さん天気予報なんだよね。そうだから、そうお母さん天気予報いいごくない。いいよね、いい。今50歳ぐらいのさ、うん、ちょっと綺麗めなさお母さん天気予報ね。そうそう、ちょっと叱ってもらう感じでさ。いいじゃんいいじゃん、なん絶対入るよね。インスタントラーメン食ったらご飯も一緒に食わせるような、ね、そうそうそう、食わせるような食べてきなさいって感じでさ、いいね、そう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 、傘持っていきなさいみたいな。そうそうね、はあ、流行るね、流行る。2月の13日、はい、金曜日散ったね、はい、クラブ散った、はい、これ大の字のフェスティバル、はい、もう4回目ですよ DRF4。 俺ら2回目だけ出たの。1回目か、あれもしかしたら2回目だ。そう、今回で俺たち2回目もまたいるね、うん、スチャダラにスクービーにドハステン、銀杏ボーイズ、銀杏ボーイズはあんま付き合いねえんだけど、他はみんな知ってんな。スチャダラパー知ってんの。えスチャダラパー知ってんの。スチャダラパーってことあるか。あ、違う、あ、デングルだ。2月20日今日だ、うん、金曜日ダイビンブルー、そう、これイベント名ですね。そうそうそう、ミューズホールでやります。で、21日が土曜日が神戸はスタークラブでワンマンね、楽屋の広いスタークラブ、これやばいね、ね、うん、なのでこれ見に来てください、はい。このポッドキャストはインターネットインタビューラジオマガジンボイスウェーブのサイトからダウンロードできます。もう毎週木曜日の夕方更新されます、はい、iTunes にも登録されてます。池袋24で検索すると、うん、ね、すぐにセンチュリー24みたいなもんだよ。24の、ね、数字がついてるだけじゃんそれ。21ってね、そうそうそう、うん。でメール受け付けてます。ブクロ24アットマークボイス -wave.net、これはあの僕らにこうファンレター書くような気持ちでね。そうだね、書いていただきたいですね。まあ相談もただ、まあ、あるでしょう。使う可能性があるので、あの、うん、こう言っちゃいけないことはね、あの隠しておきたいことは書かない方がいい。どういうことなの。いや、俺と自分の秘密をほら俺らしか読まないと思って書いちゃってさ、読んじゃったらそれやばいじゃん。そんなやつ書かねえだろ最初から。いやいや、ほら古い時代だと匿名希望っていうことを思い出してよ。そうだね、匿名希望昔よかったね。今新しいバンド作るのは匿名希望ってバンド名がいいと思うよ。そうだって今日本語の名前多いじゃん。ああいいな、匿名希望。匿名希望か肉体関係がいいよ、新しいバンド作るんだったら。それいいね、肉体関係。最近言わないもんな、お前肉体関係持ったでしょ。俺も昔のケイシローを見てて、うん、肉体関係持っちまったんだよっていうセリフ聞いて今バンド名作るのこれしかないと思ってる。しかもプログレバンドだな、そんな、うん、そうそうそう、絶対変動者似合うよね、肉体関係の方がね。そうだから、俺筋肉少女体っぽいのがいいな。匿名希望はね、なんか俺別に暗いフォークでいいと思う。そうだね、うん、本当に匿名希望だ、匿名希望な感じね、うん、聞いてください、どん底みたいな感じでね。そう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 、そうだね。じゃあ次回もぜひ、はい、ダウンロードするようにお分からないやつ、はい、どうぞ。Do the download. Do the download. 池袋交差点24時。